こんばんは。5月30日木曜日の農業日を担当する乃木坂46の松村さゆりです。皆さん今日は何していましたか？こんばんは、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 こんばんは。皆さん今日は何をなさっていましたか？今日テスト？あら、試験勉強なさってる方が多いですね。5月か、5月だったらそうなんか中間テストとかなんですかね。大変だな。皆さん勉強はちゃんと毎日やる派ですか？それとも一夜漬け派ですか？すごい、みんな学校の方が多いですね。お、一夜漬け派が急にすごい多い。お、毎日やる偉い方もいるな。だって一夜漬け派の人ってさ、じゃあ毎日何するんですか？毎日勉強しないで急にそんな一日勉強できるものなのかな。ゲーム。あ、ノードル、ありがとうございます。ヤマハル派、おー、すごい。確かにヤマハずるかな。マチヤマハってたかな。ヤマはハってなかったような気がするけど。勉強しないで大人になってしまった。わかる。山当たらないですよね。山当たる人いるのかな。でもいるんだろうな。数学得意ですか？数学ね、好きでしたよ。すごい解くのがすごい好きだった。なんか計算式がすごい長い時があるじゃないですか。なんかあれを一個一個、なんかなんていうんだ、一個一個解くというか、なんか何回もさ、同じのを何回も書かなきゃいけない時とかもあるやん。なんかそういうのもなんか好きだったな。はい、ということで前回の配信メンバーのことこちゃんからの宿題トークをしたいと思います。ことこちゃんからの宿題はこちらでした。にゃん、軍団長へリンゴの好きな品種を教えてください。イエーイ。これがすごい難しいんですよ。難しくないですか？めっちゃ難しいんやけど、できる人いる？え、なんか誰か私にリンゴの品種教えてください、そしたらそっから選びますとか言って。だって全然わからんねんもん。セリンゴ、オッケーオッケー。王林、王林はやっぱりジョナゴールドと王林と宝玉っていうの、それは山富士？山富士かわいいな。富士が多いな。なんかすごい、ちょっとなんか特別そうなやつ出てきたらそれにしようかなと思いながら、すごいたまにアマオっていう人がいるけど絶対ちゃうよねそれは。王林がやっぱ多いのかな。やっぱでもなんか王林良さそうだな、かわいい。
背とか、あーなんか背とかなんか聞いたことある気がするけど、え、みかんじゃね背とか、違うか、リンゴ本当に富士、富士リンゴ、あうーん、あ世界一っていう品種、なんかでも私も世界一知ってる。なんか昔さ小学校の時ってなんか下敷きがなんかリンゴじゃなかったでしたっけ、私それがなんか世界一だった気がする、一番大きかったのか、背とかみかん、やっぱりほらほら誰やすいとかとか言うん、あーシナノスイート、え、シナノスイートも本当にリンゴなのか、でもめっちゃ聞いたことある、世界一にしようかな、世界一にしようかな、世界一っていうリンゴの品種ありますよね、あった気がする、絶対これでなかったら怒られそうだけど、ことこちゃんに怒んないか、世界一にしようかな、ある、お、あるっていう人がいるので、じゃあはい、こちらの宿題、私の答えは世界一にします、イエーイ、みんながあるって言ってくれているので、世界一大きいのがいいよね、イエーイ、はい、というわけで宿題も終わったので、ここで今週水曜日29日に発売した乃木坂46の23枚目のシングル、シングアウトの話をしたいと思います。私の写っているジャケット写真はダブルマイプラスさゆりです、イエーイ、赤、これはね珍しく私だけがそのパンツスタイルで、すごい珍しいんですよ、パンツスタイルでねネクタイまでしちゃってちなみにこのタイプ B にはですね、アムアイラビング、あーなるほどね、と滑走路とシングアウトと、あと4期生の子たちの個人 PV が入っています、イエーイイエーイ、写真は北野ひな子ちゃんでした、おー私の写真出た人いるのかな、皆さん好きなジャケット写真はどれですか、うちは自分の以外だと、じゃあアスカリンのこれすごいかっこいい、すごいよね、なんかさやっぱなんかジャケット写真じゃないみたいで、すごいかっこいいです、すごいかっこいい、これどうなってんだろうね、なんかいっぱいなんかさこの光の線みたいなのがいっぱい入ってるじゃないですか、これどうやって撮ったんだろう、後で合成したのかな、不思議、これアスカリンが本好きだから後ろ側本棚なのかな、まあわかんないけど好きです
面白い。でもこのお店がすごい可愛かったんですよね。この私たちが撮影したお店、なんか家具屋さんだったのかな、カフェ兼家具屋さんみたいなところで、めっちゃ可愛かった。本当お姫様みたいな世界でした。イエーイ。今回知ってますか皆さん、唐揚げ姉妹の新曲が収録されているんですが、知っていますか。じーじー、聞いてくださいましたか。この間の選抜ライブで初披露したんですけど、見ました。曖昧曖昧だけどすごいね、宇宙空間みたいなすごいよね。なんかあの曖昧、すごい。私といくちゃんのスケジュールが合わなさすぎて、当日本番中に合わせて練習するっていう、すごい曖昧な感じでやりましたが、すごいバッチリだったと思います。さすが生田絵梨花さん、天才。いくちゃんな、会いたいな。いくちゃん何してんだろう。いくちゃん何してるの。いくちゃん何してるの。なんかいくちゃんと真夏さんと焼肉に行きたいです。誰か言っていくちゃんと真夏さんに焼肉に行きたいって言って、誰か。俺もわかる。そう、お肉食べたいな。じはい、はい、じゃ次、はい、今週はリリース週ということで、シングアウトにちなんだこんな企画を入れます。題して、私がシングアウトしたいこと。イエーイ。シングアウトには大声で叫ぶという意味があります。そこで私が今シングアウトしたいことをフリップに書いて発表したいと思います。今やりたいことないっぱいあるんですよね。やりたいこといっぱいあるんだよな。なんだろう、はい、じゃあ今自分がシンガーアウトしたいことを発表します。じゃじゃーん。さゆりんご軍団で単独ライブやりたーいです。さゆりんご軍団の単独ライブいつできるの、いつできるの。ちょっとね、武道館って書こうかと思ったんですけど、なんかさ、会場固定しすぎたらさ、武道館でしかできないみたいな感じになったら、いつまで経ってもできなさそうだから、ちょっとあえて、でも武道館がいいよね、かっこいいから。いつできるんですか。しかもさ、武道館ってなんかあれ、オリンピックの時に改修工事しちゃうんでしたっけ。なんかそんな気がしちゃう。でもその前にさゆりんご軍団でみんなで集まって、なんかパーティーやりたい。
ティーやりたいです。この間がすき焼きだったんだっけな、なんか忘れちゃったけど、でも今回もなんかお肉食べたいな。ぐんなんちゃんお肉が食べたいぞ。あ、もう本当にただお肉が食べたいだけの人になってますが、パーティーやりたいよ、パーティーうちの庭でいいよ。え、めっちゃいいや、庭でバーベキューやりたいです。いいなー、いいなー。確かにバーベキューやりたいな。もうなんかバーベキューできる季節ですね。バーベキューやりたくなってきた。そうだよ、かなりももうね正式に軍団に入ったので、次やるときはかなちゃんも一緒にみんなでお肉パーティー。あ、でもかなちゃんお肉がだからなんかわかんないけどパーティーしよう。バーベキューだったらだって何でも焼けるので、バーベキューやりたいと思います。イエーイ。でバーベキューした、バーベキューじゃなくてもまあパーティーしたらみんなでライブやりたいと思います。イエーイ。ファンタ飲みながら、いいね、いいこと言ってくださる。みんな飲みました？ピンクグレープフルーツ味、おいしいよ、すごくおいしい、一番おいしい、一番おいしいよ、みんな一番おいしいから、みんな飲んで、飲んだよ、一緒に行く、飲んだ、ファンタ飲んだよ、今日も飲んでます、おいしかったよ、ありがとうみんな、いっぱい飲んでくれてありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いい、じゃあ次に視聴者の皆さんがシングアウトしたいことをコメントにどんどん書き込んでください。それではどうぞ。シングアウトしたいこと、叫びたいことってことですかね。はい、どうぞ。マチュに会いたいね、マチュに会いたいね。顎が痛い、かわいそうに。マチュに会いたいね。え、ミューズ復活するらしいの？え、本当に？それ絶対？え、マジ？絶対？え？でも知ってます皆さん、のんのん日和新しく始まるんですよ。また3期のんのん日和3期始まるって知ってる？みんなにゃんぱす、私の大好きなのんのん日和、おのんのん日和を見たいと言ってくださる方がいる。え、どういうこと？ラブライブでフェスやるの？どういうこと？ん、じーにゃんぱす、ニャンパス、皆さん誰かコードギアスの映画見てないの？みんなすごいルルがすごい良かったんですよ。うん、ああラブライブシリーズでフェスするんだ。へえ、それでミューズが復活するの確定なのかなっていう願望？ミューズも来てほしいなっていう願望じゃなくて、それは確定なの？ニャンパス、お、ルル復活、しびれたよね、むちも大好き。え、おお、じゃあ皆さんのんのん日和始まったら見てくださいね。あ、そうなんだ、復活は確定なんだ、すごーい、いい、みもり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 ミモリ見に行かなきゃ。みんな今期は何かアニメ見てますか？もちろんあんま見てないんですよね。ワンパンマンとフルーツバスケットと、うーん、G、 今なんかワンパンマンって書いてあったような気が。進撃ね、全然読めない、そのなんちゃらの刀、刀めっちゃ面白そう、読めないけど
それ絶対面白いですよね。なんかそれめっちゃ面白そうなんやけど。絶対見よう。絶対それ見る。僕は勉強ができない。鬼滅の刃？鬼滅の刃って読むんですか？鬼滅？すごい。鬼滅の刃。全然読めないやん。鬼滅の刃って言うんだ。じゃあ、鬼滅の刃は絶対面白いと思う。見てないけど、まだ。あ、そうなんや。ジャンプ作品なんですか？へえ。そうなんや。そうなんだ。面白い。絶対面白そうやん。そうなんだ。へえ。ジョジョはみんな見てるよね。ジョジョだって面白いところだもん、今。ジョジョはみんな見るでしょう。賢者？それも面白そうなんですよね。やっぱその2つすごい面白そうだな。立て湯はだってもうずっと続きじゃないですか。すごいちょこちょこもう。今のクールの一個前のアニメをずっと言う人が。お、はい。ということで次。でも、ワンパンマン見て、あの人、ガローさんがめっちゃいい人すぎて、本当にもう好きっていう気持ちになった。めっちゃいいやつ。いいやつだな。めっちゃみんな上手くないですか？はい。ここで今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は46秒 CM シングアウト編です。シングアウトの即興 CM をやります。その CM が週の中で最も46秒に近かった人は素敵なご褒美がもらえます。ということで、めっちゃ上手じゃない？ことこちゃん上手すぎない？今の結果はこちらです。みんなめっちゃ上手やん。49秒と49秒と45.56ってめっちゃ上手やん。めっちゃ上手やん、みんな。じゃあ、松村沙友理ちゃんは何秒なんですかね。では。でもまずさ、CM がめっちゃむずい説があるんですけど、私の中で。まあいいか。では、いきます。よーい、スタート！5月29日発売のシングアウト。こちらはですね、今回クラップが特徴的な曲になっていまして、皆さんと一緒にクラップして一緒に歌いながら楽しめる曲になっています。ダンスはすごい、今回も清志郎さんのダンスでとてもかっこいいダンスになっていて、特に私はアスカリンのソロのところがすごい好きです。ぜひ見応えがあるのでミュージックビデオもご覧ください。終わり！はい。はい、私の結果はこちらです。これ35秒ってことですか？私。やっぱ早いんだな。仕方ないですよ。だってなんかドキドキしちゃうやん。ドキドキしちゃうもん。だって私も45秒とかにしとかってドキドキするやん。しゃあないしゃあない。もうこれは本当になんかさ、悔しいとかじゃなくて、もう全然ボロ負けすぎて悲しい。35秒。可愛いからプラス10秒って言ってくれる人がいる。優しいけど全然ダメそうです。全然今のところやっぱ、じゃあことこちゃんが1位なのかな。このままことこちゃんが勝ったら、じゃあサリゴ軍団で焼肉いけるな。イエーイ。はい、というわけで、では次回
ここで明日は乃木曜日担当の吉田彩乃クリスティちゃんに宿題を出そうと思います。これですか？違うのか、あ、そっちか、すいません、これですね。何にしようかな。宿題何がいいと思います、クリスティ。前回はレイカちゃんにさゆりちゃん、ミドルネーム考えてもらってからちょっと忘れちゃったけど、なんだったか、めっちゃかっこいいの考えてくれたんですよね。誰か覚えてる人いません？すごいかっこいいの考えてくれた、なんだったかな、すごいいい感じだったね。そのね、あと2日ぐらいは使ってたんですけど、ちょっと忘れちゃいました。あ、セバスチャン、セバスチャン、そうだすごいな、やっぱみんなすごい。セバリンゴだ、そう、あだ名がセバリンゴなんです。みんな忘れてたでしょ。そう、セバスチャンっていう名前をもらったので、どうしようかな、今回吉田屋のクリスティちゃんか、はやって言え、アヤティってなんか得意なことあるのかな、絵が得意とか。はい、私からの宿題はこちらです。アヤティへ、アヤティが生まれ変わったらなりたい動物の真似をしてください、むつむさえりんごちゃんです。です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 。ちなみに私はイルカです。なのでイルカの真似はできないので、明日アヤティに任せたいと思います。むずいかな、確かに変なやつだったらむずいけど、まあそこはアヤティに頑張ってもらって。アヤティってなんだろうね、でもなんかウサギさんって感じがするな、ウサギになりたいって言いそうだな。セリちゃんはイルカさんで、アヤティブレブな、そうなんや、へえ、確かに背高いもんな。はい、乃木曜日、木曜日、そろそろ終わりの時間です。乃木曜日、木曜日、終わりの時間です。無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定です。そちらもぜひチェックしてください。というわけで明日はあやてなので皆さんぜひご覧ください。それでは今日のお相手は松村さゆりでした。さよならー。